どうも、ドズルです。さあ今日はですね、昨日、一昨日に引き続き、アリーナ5以下の、カードを使った、シュテルンリッターのクランナイベントを、お送りしていきたいと思います。今日はすごいです。大輝さん、なんとこのデッキで5連勝ということで見ていきましょう。さあ大輝さんのデッキね、ホグライダーとバルーンを使ったデッキで、防衛施設もテスラとちょっとユニークなデッキとなっております。さあ見ていきましょうかね。さあ対するトイトーイさん、トイトーイさんでいいのかな、私勝手にトイトーイさんって呼んでるけど。さあまずは、バルキリー、そしてマスケット重視をそれぞれタワーの後ろから出していきました。この後ろから出していく技術っていうのもね、アリーナが低い人やってない方もしかしたらいらっしゃったら絶対にやってくださいね。エリクサー的にかなり優位になるので。さあここで、お互いやはり大砲を使って、しっかりと守っておりますね。お、大輝さん面白い、これ防衛施設2つ持ちですか。大砲とテスラを持ってきてますね。大輝さんのこのデッキはねちょっと面白いですよ。スーパーレアを2枚かな、バルーンとフリーズ使っていますけど、持ってる方はね結構案外ありなのかなといったデッキです。防衛施設2つあればね、ホグライダーに対しても守りは万全になりますし、結構ねちょっと前までは防衛施設2つ持ちっていうのが非常に流行ってました。ただやっぱり大砲とかテスラの弱体化によってね、防衛施設2つ持ちの人たちは減ったんですけど。さあ、ウィザード展開していってますね。ウィザードもこれまた非常に優秀なユニットです。エリクサーが結構高いんですけど、範囲攻撃ができて火力も高いね、攻撃ユニットとしては非常に、優秀なユニットでございます。さあ大輝さん、ここで防衛施設2つが輝きますね。まあ、前みたいにねテスラを先置きするっていうのはあんまり、有効ではなくなってしまったんですが、ホグライダープラス攻撃ユニットね、今みたいに二重で使っていくっていうやり方もなきはなし、なきはなしっていうか、全然 OK な戦術ではあると思います。まあ、7コスト使うんでね、もちろん相手の、出してきたユニットを見て考えなければいけないんですが。さあここできます、ホグライダープラスのポイズン。このホグポイズンっていうのがね今結構高ランカーの間でも、人気の戦術の一つとなっております。ポイズン持ってる方はねぜひ使ってみてください。おということは大輝さん、これスーパーレア3枚入りかな、結構豪華な、戦術とはなっております。さあこのバルーンに対しての対策もね結構難しいんですよね。油断してると相手がなんていうかな、バルーン持ちっていうの、おっとごめんなさい、相手がバルーン持ちっていうのを忘れているとねもうすぐやられちゃうようなそんな感じですが。さあホグライダープラスポイズンがしっかり効いてますね。特に相手のこう攻撃ユニットもポイズンでこのような感じでやっつけることができるんで、これでじわじわと相手のエリクサーを削いでいきます。さあお互いこれホグポイズンですが、ウィザードを活躍させませんね。しっかりウィザードにバルキリー当てております。こんな感じでね、ウィザードプラス、ホグライダーできた時に相手のウィザードを先に処理する、これが事故を防ぐ元です。さあここうまい。さあホグライダーとポイズンザップを使って相手のタワーにじわじわとダメージ与えてますね。さあお互いどっちも、おーうまい、今のテスラのはうまい本当に。防衛施設2つ持ちだとねこのようにホグライダーを向かわせたい方向とは全然逆の方向にね、誘導することができるんで、今みたいな感じの使い方はかっこいいですね。さあここ大砲をバルーンで落として、この後のホグライダーですかね。相手防衛施設1つ持ちなので今みたいにバルーンで、大砲、おっとここでフリーズ決まりましたね。さあ最後の最後にフリーズを持っていって、最後勝負を決めました。大輝さんこのデッキで5連勝中ということでね、結構、皆さんいろんなデッキを試していらっしゃいますが、このデッキが今のところ一番連勝数が積み上げているそういったデッキとなっております。まあ、今回の、クランナイプチイベント、まあ、3日にわたってお送りしていったわけですが、まあ、まとめるとですね、ホグライダーがやっぱり一番オーソドックスな戦術になってくるのかなと思います。まあ、レアで、皆さん手に入りやすいユニットですし、どんな呪文と組み合わせてもね非常に使い勝手がいい。で、ライトニングだったりポイズンだったりザップだったりね、ここら辺と組み合わせて、使っていただければなと思います。あとは結構輝いたのはバルーンですかね。バルーン自体がスーパーレアなので、レベルが低い方もいらっしゃいますし、もちろん持ってない方もいらっしゃると思うんですけど、バルーンを持ってる方はね、ぜひジャイバルーンだったり今みたいにホグライダーバルーンだったりで、相手の防衛施設に対して要はね結構アリーナが低い人のリプレイをねよく見てみると、そのホグライダーを出して相手が対策してきたのに対しての対策ができていないんですよね。どういうことかっていうと、
ホグライダー対策をしっかり攻略できていない方が よくいらっしゃって、それをどう打破していくのか、まあ、呪文を使ったりバルーンを使ったりで、相手の防衛施設をどう攻略していくのかっていうのをホグライダー使いの方はぜひ念頭に入れて、攻めていただきたいなと思います。あとジャイバルーンだったりね、こういった奇抜な組み合わせっていうのも、非常に相手の意表をつく上でね、有効ですので、ぜひぜひ、アリーナ低い方もですね、いろんな戦術試してみてください。さあということで、今回突発的にやってみたこちらのイベントなんですが、まあ、コメント欄ね、私結構読んでますので、ぜひぜひこういった戦術紹介してくださいみたいなやつがあればですね、コメントで書いていただけると嬉しいです。さあということで、今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディングチーム、戦艦帝国です。どうぞ。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と爽快な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。